ファーストロボティクスコンペティションとは、高校生向けロボットコンテストの一つである。毎年、高校生やコーチ、メンターなどからなるそれぞれのチームが、決められた6週間の間に試合で使用するロボットを、制作する。120ポンド以下のロボットを制作する。制作するロボットに求められる機能は、ボールやフライングディスクをゴールに入れる、タイヤのゴムを棚の上に置く、棒にぶら下がる。 平均台の上でバランスを取るなど、毎年異なる機能が求められる。これにより、毎年どのチームも新たなロボットを作る必要があり、新規に参加したチームでも、より一層平等に戦うことが可能となっている。参加チームには、ロボット制作に必要な基礎パーツが、制作期間の最初に配布され、制作期間中は許された、予算内で、 専門的なパーツを購入したり作成したりすることもできる。ファーストロボティクスコンペティションはファーストが開催しているロボットコンテストの一つで、ファーストは他にもファーストレゴリーグジュニアやファーストレゴリーグ、ファーストテックチャレンジといった年齢層ごとにターゲットを絞ったロボットコンテストを主催している。2016年には25周年を迎え、3128のチーム、 約7万5千人の生徒と19千人のメンターが24の国から参加した。53の地域大会、65の予選、8の地域決勝大会があり、600チームが世界大会に参加する権利を得る。加えて各大会ではチームやチームメンバーに様々な賞が授与される。ファーストは1989年に発明家で起業家のディーン仮面と、 物理学者で、マサチューセッツ工科大学の名誉教授、ウーリー・フラワーズの支援によって創始された。仮面は、科学や技術に関する職に就きたいと思っている子供、特に女性やマイノリティの人々の少なさに落胆し、何かしなければと考えた。彼は、学生の熱意を集められるアクティビティを探し、科学や技術とスポーツの興奮をひとまとめに、体験できるロボット競技を行うことに決めた。 仮面はファーストを彼自身が最も誇りに思えるものに、するため、そして参加者が将来大きな技術躍進の担い手となるだろうことを予測し、案を考え始めた。最初のファーストロボティクスコンペティションは1992年にニューハンプシャー州にある高校の体育館で開催された。その時の規模は、今日のファーストロボティクスコンペティションと比べると小さく、知識レベルなどは、 ファーストテックチャレンジやベックスロボティクスコンペティションに近かった。その時はまだロボットとロボットを操作するドライバーの間はほとんど優先通信に頼っていたが、その翌年から急速に無線化が進んでいった。ワシントン地区大会にて出場チームとそのロボット現在出場チームの存在する国2011年から2017年までのファーストチャンピオンシップは ザドーム・アット・アメリカズ・センターで開催されたファーストチャンピオンシップはファーストロボティクス・コンペティションの頂点に位置する決勝大会で毎年予選大会シーズンの終わる4月下旬頃に開催される。2015年は約600のチームが参加した。2016年5月5日、ファーストは2017年のシーズン以降、2つのファーストチャンピオンシップを開催することを発表した。 2017年は片方は北東のセントルイスで行いもう一方は南西のテキサス州のヒューストンで開催されるしかし2018年からは北西はデトロイト南西はヒューストンで開催される2018年の決勝大会はヒューストンでは4月18日から4月23日にデトロイトでは4月25日から4月28日に かけて開催される予定。ありがとうございます。